地震などでガスメーターの安全装置が働き、ガスの供給がストップすることがあります。その場合、お客様による簡単な操作でガスが使えるようになります。ガスメーターは主にご覧のところに設置されています。最初にすべてのガス機器を止めてください。メーターガス栓は閉めないでください。次にガスメーターの黒いキャップを外し、中のボタンを押し込み手を離します。赤いランプが点滅しますので3分間お待ちください。その間はガス機器を使わないでください。赤いランプの点滅が消えたらガスが使えます。ただし排気筒やガス機器本体が変形したり異常がある場合などはガスを使わないでください。皆様のご協力をお願いします。